続いての商品はアキュムレーションハイネックニット、こちら結構シンプルなハイネックのニットになるんですが、特徴が、表と裏でゲージの異なる編み方をしていて、裏がハイゲージで表がローゲージのニット素材になります。なので、特徴としては洗濯機で洗えるニットっていうところが特徴ですね。伸縮性がある。そうですね、動きやすいです。ちょっと大人っぽいスタイルとか、結構コーディネートがしやすいっていうところが特徴かな。綺麗めなジャケットもいいなと思います。すごい相性がいいです。あと、まあ、サイドのスリット、そしてこちらも表と裏で、前と後ろで丈の長さが違うというところがあります。サイズはワンサイズになります。では着用を置いてみましょう。はい、先ほどのアイテムの着用がこのような感じになります。結構ネック部分の、ね、長さだったりとかっていうバランスもすごいいい感じ。そうですね、締め付けない窮屈すぎないような作りになっているので、あと全くチクチクしません。なのでチクチクが苦手な方とかでもこれだったら着てもらえるんじゃないですか。結構レイヤードというか、なんかアイテムとの組み合わせとかにもすごい使いやすい。こういうジャケットのセットアップなんかの中に着ても全然そうです。上品なのにこうリラックスしてるような着やすいです。すごく着やすいです、ね。はい、では一周抜きましょう。すいません、さっきまで怪しい雰囲気を出してたこちらの彼でもこんだけ上品、さっきと全く違う雰囲気、別人ですね。別人になります。よかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。失礼します。ありがとうございました。